はい、皆さんこんにちは。畑のりかずです。今日はですね、脇腹をシェイプアップする変速クランチご紹介したいと思います。通常のクランチは仰向けになって足を上げて、この状態で背中を浮かしてお腹を縮めていって、上腹部、あとはお腹でも真ん中の方ですね、真ん中の方を鍛えていくものなんですけど、今日はこの真ん中と上腹部よりも少し横、脇腹ですね、脇腹とさらに脇腹の少し下で下腹部ですね、下腹部にもぐっとね注目していきたいと思います。まずは今日はですね、足をまっすぐではない、通常のクランチよりも少し足を倒します。この状態で体はまっすぐ、体はまっすぐですね、足を真ん中ではなくて少し倒した状態で、この状態で上体、胸から上はまっすぐ、まっすぐ縮めていくことで、脇腹、こちらの脇腹に力が入りやすくなります。で、さらに今日は真横だけじゃなくて少しね、下に下げていきます。真横から少し下げていく。この状態でまっすぐ上体を上げることで、脇腹でも下の方が効いてきます。で、肩甲骨ですね。肩甲骨をぐーっと外にするような、この前鋸筋という筋肉があるんですけども、前鋸筋とこの肩甲骨外にする前鋸筋と脇腹の外腹斜筋という筋肉は筋肉間で連結がありますので、腕をぐーっと遠くに、肩甲骨をぐーっと外に出すように、肩甲骨をぐーっと外に出すようにして天井に近づけるように、肩甲骨を引き上げると、肩甲骨を外に出したり、そういう意識を持つことで脇腹がさらに効いてきます。脇腹、そして下腹が効いてきます。で、足をですね、あんまり外に倒しすぎると、肩甲骨がどうしてもね、浮きづらくなってきますので、初心者の方は本当にまっすぐ、初心者の方はまっすぐから、本当にね、ちょっと倒す。これぐらいでいいと思います。これぐらいから、まずは、上体を起こして肩甲骨を外に出して、指先が天井に近づける。このように起き上がることで、脇腹をぐっとね、引き締めることができます。通常のクランチは、上腹部と先言ったように真ん中なんですけども、これね、少し外にずらして、少しね、刺激を変えることにおすすめです。変速クランチ、ぜひやってみてほしいと思います。片側10回やってみてください。これも、ちょっとね、左右差を比較するとまたいいと思いますね。やってみてくださいね。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。また明日お会いしましょう。さよなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。